はい、どうも、ボッ監督です。今日もウイングイレブン2016マイクラブやっていきたいと思います。昨日アップデート、ありまして、どうだったかな。メッシがね、絶好調になってます。あと、ゴディンが絶好調。ネイマールも好調とね、いい感じですね。思いのほかね、レアルとバルソン選手、思いのほかいなかったですね。あとはクリロナとかも絶好調だったのかな？ベイルとか。ベイル欲しかったね。ということでね、早速本日のガチャ行きましょうか。マイクラブメンバー、違う、契約ですね。はい。スペシャルエージェント。今日というか、まあ昨日、新しく来たガチャ。ナイキプレイヤーズですね。まあ、ナイキのシューズ履いてる？スパイク履いてる、選手たち。ね、クリロナ、イブラ、セルヒオ・ラムスもそうだったんだ。もう、ナイキ確定ですね。あー、レバー欲しいなぁ。ボアテン、あー、ボアテン欲しい。もうね、上2つ、上の方言わないから、ポグバがうちに来たがってるって言ってたよね。うん。早速取っちゃおうか。ポグバね、欲しい。あ、クルトワ。クルトワ。いいな、クルトワ。ということでね、このナイキプレイヤーズ行きましょう。GP で回しましょう。さあ、まあね、あんまり黒回ってないですよね。これだとトップエージェントの方がいいような気がします。ああ、ダメか。ダメか。頑張れ。来た、来た、来てないわ。はい、安定の金です。もうシューズはやっぱりナイキです。うん。チェーブルマン。ナイトホーフェン。まあまあ。ね、サブのね、ディフェンダーがね、シムよ。監督モード用のディフェンスとしてね、活躍が期待されます。登録しておきましょう。ということで、本日のガチャ、ブルマを獲得しました。はい、それではね、金曜日恒例のオンチャレいきたいと思います。ウィナーズテイクゾール。1試合ワンマッチだったかな、これ。ワンマッチで、クリア報酬がさっき引いた、ナイキプレイヤーズスペシャルエージェント獲得できますということでね、早速、プレイしていきたいと思います。ワンマッチですからね。はい、それでは対戦相手の方が決まりましたね。適当につけた名前でしょうか。ははは。ロペテギですね、監督。96か。選手は、そんな揃ってねえな。おう。メッシが絶好調なんで、使いましょうか、今日は。どうする？アザール。ちょっとね、今日はこれでいきましょうか。実はあんまり関係ないんですけどね、なんか風邪っぽいというか、熱がありまして37度6分、まあ、知れてるんですけどね、結構知れてる熱の割にはちょっとしんどかったりします。でも身入れはね、関係ないからね。皆この中にいさたん、らこんばんは。本日の試合は、パリ・サン安全ジェルでマンすか対ら。レアル・マドリー、スタジオ・ベイラー・リオよりお届けしさあ、てまい行きりまましす。ょう。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ、北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしおていまし、す。いきなりメッシです。パリ・サンジェルマン対レアル・マドリー、両チームともパワー、テクニック、いわゆるゴー絶と好調シですューをからね、試合メッによっシ。て使い分けることができる層が厚いチームですからバね。シュ、強豪ハーだからトこシそュでき・トゥーるバー多み彩たいなな。プレーに今日は注目したいところですよね。パリ・サンジェルマン、枚数いる、中につなぎたい。あかんか。
クリロナめっちゃ戻ってるやん。縦にボールを送ります。セルギオブスケツ、ボールはメッシへ。スペース出ましたね。ノルドベイ、ダレッサンドロ、ネイマール、このボールをカットします。バラメッシは、オフサイド？そんな雰囲気なかったかな。あるわ、めっちゃオフサイド。戻りオフサイドって言いますね。来てるか。あ、強いな、体。セルギオブスケツ、ジルー、キリアンからセルギオブスケツ、ジルー。あ、どうした、どうした、ジルー。ジエゴ、裏に味方を走らせる。来た、かわす。危なすぎる。まずは前半この序盤ポゼッションで上回っているパリ・サンジェルマン。長いボール狙っていく。このボールをカットします。あ、かられた。ここですね、収まればというところですけどね。味方を走らせる。よしよし、ちょっと伸びてしまいました。あかんで、このヘッドは。このボールに触ります。レアルとしてはいいディフェンスですよね。審判でパスコースをしっかり読めてますからね。ちょっとコーディンガ、ネイマール、パリサンジェルマンとしては中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。右サイドへ振って左サイドを上がっていきます。カウンターを仕掛けていきます。中に入る、スルーパスを出す。おお、しのぐ。せっかくフリーになったのもったいなかったかな。よしよし、行こう。そうですね、前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。これ取れそうやね。取れそうやったけど取られなかったわ。よしよし、よしよし。イニエスタ、落ち着いてね、行きましょう。さあメッシ、裏へのスルーパス。あー、本命マートシュトゥーバー。レアルとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。ポグバ、パリサンジェルマンとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。あかん。ダレッサンドロ、ジエゴ、サイドのスペースへ走らせる。最後フリーですよ。すごい、危ないわ。イニエスタ、メッシへ、メッシからジルー、スペースへ出す。え、裏へ抜けた。やばいな、このボールはカットされます。スルーパスを出す。おっしゃ、メッシ抜けてないわ。よしよし、パリサンジェルマン。ちょっと遠いっすね。あ、蹴ったよかったな。ラベカルやったか。ノルドベイ、来たチャンスだ。切り込むか。メッシのシュート。よしよし、さすが絶好調。先制、パリサンジェルマン。なんと先制しましたよ。レアルマドリーから先にゴールを奪います。は、これ打つモーションまでの前の草田さん、はあ、とにかくキレキレでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどね。危なかったですね、今の。確実に決めてきましたよね。そうですね。さあ、パリサンジェルマン先制1対0です。精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムというものが良くなってきますよね。よしよしよし、いい。なるほど、振り返したら良かったかな、今の。あ、また取られそうだ。ガシガシ。右が上がっていく。ウィリアム、流れを取ります。取られた。パ
リサンジェルマン、このファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。やばいなこれは。本当ここまで打たせてないの素晴らしいですよね。まさに守備が機能してますよね。後半も立ち上がりからこのスタイルを変えずにいきたいところですよね。はっ、シュート危ねえ。レアル、先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりません。なんだかんだね、この時間帯リズムがいいですね。この人も前線怖いんだよな。同じようなシーンが先ほどから連続しますからね。おおおお、何がどうなってんのこれ。チエゴ・コスター、コースアイターだ。シュート、なめてやこれ。決まった、追いついた。クリアや、クリア。いや、動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。狙いすましたシュート、その軌道はバックスの間を抜けてボールはゴール。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。でも際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事ですね。待って、それ違うよ、ちゃうよそれ。よしよし、どう点に持ち込みました。すぐにね、取り返してきましたよね。これでもう全く分からない状態になりましたね。ダメだ、後半勝負ですね。ボグバ、これ入りましたよ。チャンス抜けた、ここはカットします。そうさせるかよ。あれ、メッシ疲れてるで。上を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。さあ前半が終わりました。非常に打ち合いになったなという前半になりましたね。はい、はい、行けるとこまでメッシを使いましょう。やっぱり絶好調でもダメなんだよ、ね、ダメなもんはダメなんだ。動きがありました。90分出れないんだメッシは。前線へのボール、無理して使う時もある。ウィリアム、裏へのスルーパス、マスケラ、ダレッサンドロ、さあ右へ預けて右サイドを上がっていきます。そうじゃ、ロベカルがなんか言ってましたね、これだったらネイマールを連れてこれるぞみたいな。イニエスタ、中央空いてるぞ。あかんか、これあかんな。なんでこんな遅いやん。スペースへ出す、リヒトシュタイナ、チャンスだ、中央へ。あかん、ちっちゃい。あかん、縦にボールをつないでいきます。ポグバ、このスルーパスは通りません。え、前線へ出す、クリアンからメッシ、裏に味方を走らせる。惜しい、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。崩れ進出して最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。なんかジルーのホックの足が疲れてきてる。このままやったっけ。ジルー、ポグバ、縦を使います、味方を走らせる。セルギオ・ブスケツ、ウィリアム、セルギオ・ブスケツ、よし行けるぞ。オープンのゾーン、セルギオ・ブスケツからウィリアム、ジルー、なんだこれ。よしっていうか普通のヘッドでもいいのかな。選手変えましょうか。こうなるわな。ちょっと置いときたいけどな。おはよう。これって延長行くやつやったっけ。え、イニエスタ、おお、アザール、アザール、ジルー、ジルーからイニエスタ、狙いましたね。フリーだ、ボール向かってきますよ。待ってくれ。ダブローズ、さあ前線へ。あかん、ネイマール、ここでマッチアップ、これ入りましたよ。アザール、左から上がっていきます。ボールのところ、どうや、ちょっと遅いか。
来た。これはオフサイドはない。中入らんかったよ。終わった。そこで終わった。無駄。もう勝負ですね。自分で行く。ネイマール。あ、惜しい。これは打つまでに少し時間がかかってしまったようですか。そうですね。パスを受ける前にね、シュートのイメージを持っていれば、うん、もう少し早く打てたのかもしれませんけどね。なるほど。ちょっと時間がかかってしまいましたね。そうですね。ははアレッサンド、縦にボールをつないでいきます。ここなんか危ない。あ、何してるの。ウィリアム、ロディ、アザール、スルーパスを出す。OK。裏へ抜けた。打つか。あ、うっそやん。もうちょっと折り返してよかった。折り返すわな、今のは普通。ちょっといけるかな、思って。ロナウド、裏に味方を走らせる。あそこでフォワードが出てしまいましたね。ストライカーの横が縦にボールを送ります。待てよ。ダレッサンド、裏へのスルーパス。さあ、ここでカウンター。スペース出ましたね。危な。ウィリアム、ネイマール、これは繋がりません。ネイマールからのパスは通りませんでした。ネイマール疲れたんですけど。このパスを防ぎます。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですが、いかがですか。まあ、どっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。危な。変えましょうか。ここでしょ、まずアザール。おー、あえてモラタ入れるもん。前線入れたけど、あぶな。レアルコーナーキックが続いています。あわやオウンゴールやった。危ないやんか。ジエゴコスタ、あぶね。このヘッドありませんでした。どうだ。このボールに触ります。ここかわす。さあ一気にカウンター。狙いましたね。ここをかわした。ボールのかこのパス、シュート。あかん。マイボールか。マイボールか。そうやな、マイボールです。これは読んでいました。ジエゴ、しかしネイマール。ちょっと、あかん、疲れた。疲れてる。疲労感がいっぱいです。その向こうも一緒か。マイボールでしょ。うん。まだ時間はあるで。ネイマール、スルーパスを出す。チャンス来た。抜けてくる。来た。よし。アリサンデルマン。決勝点とも言えるでしょうか。このゴール決めました。です、危ないです。ここは相手のマークをうまく外して、およし、レフリー最終秒のホイッスル。2対1、パリサンジェルマン1点差。接戦を見事制しました。なんとかね。しかし北澤さん、最後まで決定機外したけど、いやー、はい、本当もやりましたよ。なかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもちょっとっていう風に思いましたね。交代が当たりましたね、はい、そうですね、そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした、はい、北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。パリサンジェルマンが2対1で見事勝利しています。残しとってもいいかもしれないですね。クリオナ相手だって残してたし、絶好調だからな。どうしたらこのスタミナの減りなくせるんだろう。みんなやっぱこんなもんなんかな。情けないな。ち
対追い返さなあかんな、これ。うん。ああ、決めてほしかったな、これも。で、何？結構チャンス作ってたんだ。これも折り返せってやつじゃん。はい。はい、ということでね、ウィナーテイクズオール、コンペティション、優勝しました。まあ、一戦だけですけど、優勝は優勝。ナイキプレイヤーズ、スペシャルの特徴を持った選手を獲得できる報酬がもらいました。次回はね、このガチャ券で回していきたいと思います。それではね、ご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。僕監督でした。お気に入り。